おはようございます。今日なんですけども、以前ですね、うちの方に教室の生徒だった方から、まあ、要は盆栽を買い取っていっぱい盆栽が来てたんですけど、それを盆栽祭りでだいぶ売りました。で、ただこの盆栽は売れなくてですね、まあ、どうしようかなっていうふうに思っている盆栽なんですけど、今日はですね、ちょっとこの制作者の方の意図とは変わってしまうんですが、これをちょっと2つに分解してみようかなと思ってます。割っちゃう。はい。正直どうなるかわからないんですけど、はい、今真ん中にシャリが来てますが、そこで真っ2つにして、はい、水水を分けるっていうような作業をちょっとやってみたいなというふうに思います。はい。で、結構チャレンジにはなるんですけど、正直言うとこの2つだと、この枝の感じがもう差ができちゃって、ちょっとなんでしょうね。こっちは間延びしてるし、こっちはちょっとなんだろう、詰まりすぎてて、ちょっとバランスが崩れちゃってるんですよね。なので、まあ、高さも同じですし、頭の高さも同じなので、ちょっと発想の転換ということで、一つにしてあげて作っていこうじゃないかなって思ってます。と、はい、いうことで、交換の心拍を単管にしてみた。やっていきます。雨の音がうるさくて聞き取りづらいかもしれないですけどね。はい、はい、お願いします。お願いします。最初なんですけど、まずもうこれ単発で作っていきたいので、うん、こっちは針金かけちゃおうかな。今先に。先に。で、なんでやるかというと、植え込んだ後に針金かけると、うん、だいぶ根っことかグラグラしちゃうんで、はい、先に針金かけちゃってから分解していこうかなと思ってます。こっちもこっちだけ。あ、そっちだけ。そっちの方がいいってこと。じゃあこっちの方が、まあ、早く作れるかな。あ、なるほど、はい、こっちは根っこの状態によるんですけど、うん、最初土鉢に入れるか、はい、化粧鉢に入れるか、ちょっと根っこの状態でか、まあ、考えようかなと思ってます、うん。ただこっちの場合はどっちかというと、もう一回そのままにしちゃうので、まあ、土鉢に入れる方向性かなっていう。分かりました。で、こっちは格好がついて根っこの状態が良ければ化粧鉢に入れようかなと思ってます、うん、はい。で、木のざっと紹介なんですけど、この木はですね、ここを真っ二つに割った木ですね、はい。で、あ、もともと1本だった。1本だったと思います。で、生徒の方がこういうの結構好きな方で、うん、結構真ん中に芯抜いて、で、それぞれ巻いて、直つけて作るっていうのが好きな方だったので、まあ、そういう作り方をした木ですね。こういう木が結構あるんですよ。で、まだ何本かあるんですけど、はい、そのうち1本ちょっとやってみようかなと思ってます。で、足元からこうシャリが入って、ここに水水がある、はい、ね、こっちにも水水がある、うん、だからこの両方で生きてるような感じですね、はい。なのでこの真ん中で切ってもそんなに支障はないんじゃないかと見てます。だからここで切るような感じですね、はい。ごめんなさい、若干まあ落ちた木で落ち枝がギュッと効いたような木になればなというふうに思ってます、はい。やっていきましょう、はい。で、この木でいうと、これがまあ落ち枝で、うん、この辺が頭になるかな。頭がちょっと重い木なんですけど、はい、その辺を少し軽くしてあげて、ポンポンポンと段が棚ができるような木にしていこうかなと思ってます、うん。じゃあこっちは正面。こっちが正面です。お、はい。まずこの辺のこれと平行に出てるような枝、はい、で、長さも長いので、うん、こういうのはいらないので切っちゃいます。で、なるべくちっちゃい木にしていきたいので、はい、この辺も裏では大きいので切っちゃいます、うん。全体のバランス感でいうと、うん、まあちょっと本当にコンパクトにしたいような感じで、そうすると木が大きく見えるので、もう本当必要最低限。そうですね。もう枝3本。はい。で、今これが裏枝で使えるような感じ。はい、やっぱ枝数を増やすと、その元気のない挿し枝も元気になってくるのかな。あ、まあそうですね。うん、上の勢力を落としてあげれば、下はおのずと元気になってくると思います。この辺がいらないんかな。
この辺が強いので落としてみようかな。今日はそこ、うん、結構大胆に。そうですね、こう使ってもいいんだけど大きいね。大きいんですよね。はい、筋肉をきれいに。はい、うん、これは真鍮製のブラシですね。はい、はい、これはスチールかな、うんうん、こういう細いところやるにはこのブラシは使いやすいですね。ここは針金が食い込んだ後ですね。ネジ管ですね。ネジ管で食い込んだのが、まあ外してはいるんですけど、はい、また吹っ通ったって感じですね。あ、はい、もう取れてはいる。取れてはいる、うん、だいぶ食い込んで取ったんですよこれ。あ、3、4年前ぐらいかな。でも分かりますね、やっぱ針金あったところが太いですよね。そうそう、うん、ね、こうやって薄皮を取ってあげて、まあ、芋肌って言ったりしますけど、これらさつまいもみたいな色にしてあげると、うん、コントラストが出ますね、うん、あとこの中に虫が入っちゃったりするのでその予防にもつながります、はい、でこのブラシじゃ取れないところは彫刻刀とかを使って、まあ、めくるって感じですね。削るっていうよりかはめくるって感じでやっていいです、うん。皮が一通り剥けて、うん、いわゆる芋肌っていうようなさつまいも色になりました、はい、こっちがやってない方ですね。こっちがやってない。こっちやってある。だいぶ差ができましたね、はい、はい。じゃあこれに針金かけていきます。はい、綺麗に棚ができたところで引っ張るということです。こんな感じ。一応この辺、はい、おいいですね。ある程度できたので、うん、この後これを思い切ってちょっと裂いてみようかなと思います、はい、なのでまずは鉢を抜きます。それで引っ張っていけそうなら行くし、うん、無理そうだったらノコギリで切りながらやります。はい、はい、で一回土根っこほぐします。はい、このつながってる、うん、このこの部分、はい、まあ、こう完全シャリの影響でもう完全に溶けてますね。溶けてる、はい、なんで普通にやれば取れるんじゃないかなとは思うんですけど。もう脆くなってるから。脆くなってる。手の力だけで。お、まあ、できればいいようにシャリは残したいんで、うん、うわ、いきなりちょっと言ってほしいな。意外と生きちゃった意外と生きちゃったんですよ。もう枯れてるんですね、そこの部分ね。この先にこうあるんですね。よし、うん、固めだね。固めですね、いわゆるもう腐ってますね、この下の方がね、もうね、うん、だいぶね、ないですよね、うん、ね。にしてもこっちも少なすぎるっていうのが、うん、これあんまり調子は良くなかったんでしょうね。あ、ぐらぐらしそうだね、植えたらね。そうですね、植え付けは結構気使いますね、これね。まあただこんだけ根っこあれば全然大丈夫だと思いますね。なるほど。変な話、水水が切り離したとこ一個もないので
完全に分かれてたってことですよね。ああ。そっか、水水のとこからしかねえは生きてないもんね、うん、こういう風になるんだやっぱ。 OK、 こんな感じでいいかな。はい、じゃあこれを植え付けていかないといけないので、うん、太鼓っぽいのがあればな、いいんだけど、ちょっと探してみます。はい、無難かなっていう感じなんだよな。本当はどういうのがいいんですか。太鼓でもうちょっと結構厳しそう。これ厳しいね。俺のもうちょっとちっちゃいのがいいってこと。そう、気持ちいい。それでもいいんだけどな。どうすか。うん、こんなだったらそれがいいと思いました。うん、うん、トータルバランスはいいですね。うん、どうしましょう。はい、ということで濡れたのでこっちは保護してきます。はい、まあそんなに湿度あるからそんなに乾かないと思うけど。はい、割った乾燥みたいなのはあります。こんなもんじゃない。こんなもんですか。なんとなく想像通りはありますね。うん、もうちょいシャリと残るかなと思ったんだけど。シャリと残る？残るかなと。ああ、残る。それはそれで、これでまた後で溶剤塗って。うん、このここは生かすんですか。いや、生かそうかなと。うん、気持ち粗めを、うん、あとはもうこの中くらいので全部やっちゃいます。はい、根っこもそんなないので。ふらつきそうだね。もしかしたら木片入れるかも。うん、止まんないな。木片？うん、あ、割り箸？割り箸とか何か竹ですね。竹です。飛び出してる根っこなんですけど、裏の植え替えだったら結構切っちゃってることが多いんですけど、うん、今回こうやって根っこが少ない状況での植え替えなので、はい、しっかり切らずに中に入れてあげるのが重要ですね。でそこからまた根っこが出てきて、これもまたより安定してくるようになるので、なるべく切らずに。そうですね。はい、一回これで水やって、はい、ちょっと焦げに食べましょうか。はい、あ、クッション？クッションというか、まあ目隠しじゃないですけど、目隠し空いてるところに、うん、若干高いやつを置いて、足元が細く見えすぎちゃうから。そう、要はいわゆる寝ぼそってやつなんですよね。うん、なんで溶合剤塗るんですか。今ちょっとシャリのところ白くしたいので。植え替え立てでも大丈夫なんですか。あ、垂れなきゃ大丈夫です。垂れたらダメなんだ。まあ、根っこにはあんまりやっぱ影響をしないように振らないといけないですね。切り口とかだと入っていっちゃうんだよね。入っていっちゃう。
けど切り口がないんで、うん、これはもともと枯れてるところが割れたから。そうでしょ、うん、じゃあ1本目は植え替え終わりということで、はい、もう1本の方を土鉢に植え替えと思います。はい、これはもう植えるだけですね。はい、根の状態 見ましたっけ。そっち、うわ、でもさっきのやつに比べたら結構 ありそう。そうですね、水吸い2本あるね。あ、もうこういう巣なんだろう、元の水吸いとか木質だったとか、こうやってふかふかになってるんですよね。はいはい、土とかが。こっち水吸い、これ繋がってない。こっちは繋がってない。こっち、あ、じゃあここも枯れてんだ。ここ枯れてる、シャリ。あ、じゃあすごいシャリ板幹っぽく。そうですね、作れるのか。はい、お疲れ様でした。総管を単管にということで、それぞれ総管だったのが感じられないほどの似合いました。何まあ要は両サイドに開いていて、はい、左右に向いていたものをそれぞれ別の盆栽として仕上げたわけですけど、うん、まあ、一つはしっかり針金をかけて、はい、上げました。だいぶ最初と印象は違うのかなっていうところで、今まで通りだと誰も目に留めなかったような盆栽だったのをしっかり、何でしょう、単体としてしっかりものにしてあげることによって、まあ、第二の人生じゃないですけど、うん、そういう形に持っていけたのかなというふうに思います、はい、であとこいつなんですけど、もう少し培養してあげて葉っぱの量を増やしてあげて、うん、この樹角に合うような、枝さばきをしてあげればまたこれもこれでいい木になるんじゃないかなと。例えば、はい、どういう感じですかこれは。この辺の頭をもう少しこの辺に持ちたいですね、うんうんうん、なので、だいぶ絞ってこっちに持っていって刺し枝がこれになるかな、うん、っていう形もできるんじゃないかなと思います。なでこの辺のシャリゲーも面白いですから、はいはい、厳しい感じが出てくるんじゃないかなと思います、うん、こっちが目いっちゃいますね。やっぱりこの頭が、ね、うん、近く出てたっていうのがこの木のいいところですよね。あ、はい、だから作りやすかったっていうところで、この木も、ここら辺に枝があればもっと作りやすいんですけども、ないので今度は、針金でこっちに持ってきてあげて頭を縮めてあげるといいんじゃないかなと思います。うん、もう少し元気つけてからやってあげるといいと思うので、まあ、一回これで培養して元気をつけさせてカラーの作業ですね、はいはい、こういう方法もあると、はい、なかなかまあこういう素材ってさあ求めようと思ってもないと思うんですけど、こういう場合どうしたらいいのっていう時に、まあ、参考にしていただければなというふうに思います。なるほど、はい、心拍ぐらいだよね。まあそうですね、こうやってシャリが乗ってて、うん、中で割れるっていうのは心拍ぐらいなので、うん、心拍でこういうやり方もありますよっていう感じですかね、はい、ということで皆さんも総管を真っ二つに割ってカンカンにしてみたいという方ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、あとメンバーシップもやってます。Please subscribe and thumbs up and メンバーシップアンメンバーシップ、はい、Thank you. Thank you. Bye bye. はい、ありがとうございました。はい